はい、のっぴーでございます、今日はですね、これリアキャリアですね。これをね、取り外して、大きいやつをつけたいと思います。こちらですね。近すぎちゃって、その大きさがね、全体なんとか映ってますかね。で、これをね、ちょっとつけたいと思います。イメージとしてはこういう感じでついてきますので、かなり、大きくなるということですね。ではですね、さっさと取っていきたいと思います。まずこれ、この六角なんですけども、これはですね、6ミリですね。6ミリのレンチを使ってください。どっちだ、おどっちだ、これで閉まるのか。だから向こうに押さなきゃいけない。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってくださいね。そうですね、基本的にネジはこの逆回転に回すんですよね。そうすると緩むはずですから、これで、お、緩くなって、結構やっぱり硬いですね、リアキャリアを支えるところですので。よいしょ。で、まあ、これ全部取る必要は、全部取らなきゃダメですね、ここは。ということで完全にこれ取らないとダメですね。で、まず1個で、同じように反対側も取っていきますので、ちょっともう時間の無駄なので省略します。今ですね、反対側の奥の方ですね、右側の方も取りました。こういう感じですね。で、次はここです。でね、ここ気をつけていただきたいんですけども、サスペンションを支えるところで、まあ、これね、ただね、こうかかってるだけなんですけども、緩めるだけでいいんですね。緩めるだけでいいんですが、サスペンションを支えるところですので、外すときというよりかは、どちらかというと締めるときですね。締めるときにちょっと注意してください。で、これはですね、14mm の径で合うようになっております。はい。ではちょっと緩めていきたいと思います。こちらですね。こんなもんでいいですかね。で、こちらもですね。はい、ということで今緩めました、結構簡単ですね。で、もうこれで取れます。はい、すごい小さいですよね。まあ、こんなもんなんですよね。はい、どのぐらい違うかということなんですけども、向きや逆か、こんなに違います。これだけ、映ってますかね。これだけ違います。2倍までいかないですけども、まあ 1.5 倍ぐらいですかね、長さが 1.5 倍ぐらいに、なってくるというような形になりますので、幅もね、幅もやっぱりそうですね、1.5 倍までいかないかなぐらい、大きくなります。外したところがこんな感じです。ツルツルですね。まあ、こんな感じでございます。それではですね、取り付けをですね、やっていきたいと思います。気をつけてほしいのがこの部分ですね。この部分がね、こういうところに当たって傷をつけますので、ちょっと慎重にね、傷がつかないように慎重にやるんですけど、あ、なんかすんなり入りましたね。で、先にね、ここを固定しちゃった方が、固定というか、入れてね。逆か。
おお。微妙に、微妙に合わない？微妙に合わないですね。微妙にですね、ネジ穴がずれてますね、これ。これまずくないですかね。非常に残念なオチになりました。とりあえず今、パッと見は、ついている状態なんですけども、ここ、まだついてません。よーく見てもらえますか。穴がね、ずれてるんですよ。多分ね、ここの溶接ですね。この溶接のところが精度が甘くて、もうちょっとこっちが短くならなきゃいけなかったんでしょうね。で、角度が微妙にこれずれたんだと思うんですよ。なので、微妙にずれたせいで、はまらなくなってます。こっちは問題なくついてるんですね。で、こちら。わかりますかね？こう見た方がわかるかな？こう見た方がわかりますかね？斜めにネジが入ってるんですね、実は。なんとか強引につけたんですけども、こんな感じでですね、斜めになんとかやってついたという状態ですので、この状態では危ないので、意味がないので、これは一旦撤去したいと思います。はい、ですね、残念ですが、こういうことで、結局元の標準のキャリアに戻しました。お、なんだこれ、傷ついちゃったのか、これ。なんだ。ねえ。困ったもんですね。先ほどのキャリアなんですけども、あれ？どこ行っちゃった？あ、こっちか。こちらですね。これなんですが、どこのキャリアかと言いますと、ナナカンパニーさんっていうね、スーパーカブの部品をメインに扱ってる会社さんなんですけども、そこの大型キャリア、なんですね。精度がかなりいまいちですね。ダメですね、これは。返品するか、穴の位置を自分でドリルで穴開けるか、ちょっと考えなきゃいけないですね。困ったもんです。ということで、大型キャリア取り付け失敗という、失敗というか、不良品でしたっていうオチですね。それではまた。はい、ですね、ただいまですね、ちょっとカメラを今変えております。カメラを変えておりますが、とりあえずいいですね。でですね、先ほどの続きなんですけども、これリアキャリアですね、あそこに置いてありますが、あれがね、どうしてもここの、六角のネジの部分ですね、ここがどうしても合わないというオチがつきましたので、これからね、いろいろとちょっと加工しながらね、使えるようにしたいと思います。ですので、とりあえずまずこの標準のね、純正のこのキャリアをさっくりと外していきたいと思います。こんな感じですね。これがもともとついていた、リアキャリアということですね。で、これからですね、問題の買っておいた大型のですね、キャリアをですね、ここに買わせて、このネジに合うようにしたいんですけども、要はここに噛むところの、なんていうでしょう、Y の字というか U の字になっている部分の内側をね、削ってあげればここに入るようになるはずなんですよ。ということでですね、早速作業に入りたいと思います。これですね、ここの先端の U の字になっている部分ですね、ここを削ることによって変わってくるだろうということなんですけども、何で削るかということなんですが、これです。買ってきたものがこちらになります。
まず鉄鋼ヤスリ、まあ、これが使えるかどうかなんとも分かんないんですけども、それとこの隣にありますこれですね、ルーターで使うものなんですけども、どうも金属片をね削ることができるらしいんですよ。なのでまずはこいつを使ってね、あの削ってみて、でどうかっていうのを試してみたいと思います。でね、以前ねルーターは買ってあるんですね。これがありますので、こっから電源を取ってね、ちょっと一仕事やってみたいと思います。でこの作業をね取ってもしょうがないので、まずはやってみて、その途中経過ということでですね、後ほど、撮影したいと思います。ちょっと暗いですけども、いかがでしょう。ここ、おかげさまでバッチリつきました。だいぶね、ここのね U の字になってるところをね削ったんですけども、いやーバッチリですよ。無駄にならずに済みましたよ。1万ちょっと、しますからね、1万5000何百円だかしましたからね、ここもバッチリつきました。でここの U の字のところも削りましてね、バッチリはまりました。ちょっと上から見て、これでピント合うかな。もうぴったりくっついちゃってますので、ちょっとこれじゃ分かんないと思うんですよね。かなりがっちりつきました。がっちりついたというか、がっちりつけたと言った方がいいんですね。ここですね。ここの隙間、もうぴったりくっついてます。で、ちょっと気になるのが、ここをね、ここをあまりにも完全にぴったりこのボディにつけちゃってますので、走ってる最中に振動でね、ここの塗料がね、ガラ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 いっちゃうんじゃないのかなっていうね、ちょっと不安があるんですけども、まあもうその時はその時でしょう。ね。あんまり深く考えてもしょうがないので。で、まだね、このリアダンパーのところ、まだここはね、閉めてないので、これを閉めてね、で、それで最終的に完了したいと思います。いや、よかったですよ。これがね、つかなかったらね、もう本当最悪でしたよね。で、どうでしょう、大きさ的には。まあ、この大きさですよね。で、このね、リアキャリア、もうね、販売してないっぽいんですよね。今日、まあ、午前中ね、撮影してた時につかないって話になって、で、どうしようかなと、いろいろ悩んだんですね。で、今更ね、ちょうど調べたらね、買ったのがちょうど1年前なんですね。去年の6月の20日前後だったんですね。で、今更ね、1年も経ってね、不良品でしたって言って、お店に、ね、報告してもね、お店だって1年前のこと今更言われても困るでしょうっていうのは、ね、常識で考えてありますよね。だからね、ちょっと今更これ不良品なんで良品交換してくださいっていうわけにもいかないし、でそもそももうね、どうも販売してないっぽいんですよね。ここのなんだっけ、また名前忘れちゃいましたね。ここのお店の、ホームページで通販で買ったんですけども、その通販サイトで検索で商品名かけても出てこないんですね。なのでもう販売してないみたいですので、いやーね、販売してない商品をね、しかも購入して1年経ってね、不良品ですなんて言ったらね、クレーマーかって言われちゃいますからね。いや、よかったですよ、ついてくれて。で、これだけ大きいリアキャリアがつけばですね、本当あとは安心です。非常に安心です。で、あとはね、さっきも問題で出ましたこのバッテリーですね。バッテリーなんとかしないといけないですね。これは本当まずいですよ。でね、ちょっと今考えてるものがありまして、今日ね、実はそれで買ってきたんですけど、これスイッチですよ、スイッチで、まあリモートスイッチって書いてありますけども、ここからね、見えますかね、ピント合うかな、
ちょっと暗くてもうピント合わないかもしれないですね。あ、これでピント合いますかね。ここにケーブルが2本入るんですよ、コードが。で、ここの中に2本入って、キリになればそれがまあ切れると。オンにすれば入ると。で、これをね、なんかうまいタイミングでね、ちょっとこの辺じゃかっこ悪いですから、どっかにつけたいですよね。なんか、この辺にね、こういう、かっこ悪いな。なんか、こんな感じでね、つけられたら、いいなぁなんて思うんですけども、でケーブルをねこれと同じようにこっから出してこの辺でこうつけちゃうみたいなねまあそうすることによってまあどうなるかと言いますと、まあ単純な話、要はセキュリティがまず使えなくなるということですね。ただこの状態、このロックをかけた状態で、要はバッテリーが切れたのと同じ状態になるわけですから、これをここでオフにすることによってですね。そうすれば、まあなんだろう、イモビライザーのあのピピピピピって音が鳴るとか、それ以前に、そもそも回せないわけですよ。まあ鍵もね、本人が持っちゃう、自分が私が持ち歩いてるわけですから。って考えたらそれもありかなって、ここにスイッチ、これをね、スイッチをこうやってつけてね、こういう感じでね、しちゃって、で使う時にここのスイッチをカチャってオンにして、それからこれを回して、やるというね。で一つだけねこの場合の問題点がありまして、さっき合わせたんですけど、時計ですね、時計がね毎回ずれてしまうっていうね、ちょっとそこがめんどくさい部分がありまして、あ微妙だよな。でここにスイッチをつけることによってですね、今度問題が何があるかというと、外出時にイモビライザーを使えなくなってしまうというね、防犯のピピピピピってなるやつが使えなくなってしまうっていう問題点があって、もうね何がいいのかなっていうのがね本当わかんないですよね。だってここを、まあ、もちろんキリにしなきゃいいわけなんですけども、ここのスイッチ切られちゃったらもう鳴らないわけじゃないですか。で切って鳴らない状態にして持っていかれちゃったらアウトですよね。まあでもそこまでするやつだったらドライバーであれか、ここ外してバッテリー外しちゃえばいいんですもんね。そうすればもう音鳴らなくなるわけですから、まあやろうと思えば誰にでもできちゃいますからね。もう盗まれたらその時はその時で、一応盗難保険もね、これかけてありますので、まあ最悪もう盗まれたら保険である程度保証してもらうとね、そういうお話にもなってくるのかもしれないんですが、まあ、とりあえず、リアキャリア、このように、取り付けが可能になりました。で、今ちょっと台になっちゃってますけども、そこにありますけども、メルテックのね、バッテリーチャージャーの下に置いてありますけど、このリアボックスをね、このキャリアの上に乗っけて、使いたいと思っております。もう取り付けるのはね、あ、でもあれか。これ取り付け、リアキャリアを設置する前に先にこのリアボックス取り付けてからじゃないとあれかな、ダメかな。うん、もしかしたらそうかもしれないですね。先にこれを取り付けないとダメかもしれないですね。まあちょっとその辺はねおいおい考えていきたいと思います。まあとりあえず、まあこんなことで、リアキャリア取り付け完了というそういう動画でございました。ちなみに何で削ったかっていうと、結局ねこれは使いませんでした。680円だかなんかそのぐらいで買ってきたやつですけども、これは使わなくてですね、こっちですね、今もう中身出しちゃってますけども、これを使いました。これね結構削れましたよ。でどういう風な先端になってるかというと、ピント合いますかね。お、ピント合わない、さすがに合わない。こうすればこういう感じのやつなんです。でこれがね高速で回転するので、結構ねガリ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 削ってくれました。これはねなかなか良かったです。金属鉄をね削れるっていうのはね、そうないですよね。まさかねこれで良かったとはね、これでできるとは思わなかったです。ただこれ高かったんですよ。この1本がね、1380円だか、これしましたね。うん。
1380円税抜きですよ。でそれに消費税入りますから1500円ぐらいいっちゃうわけですよ。意外と高かったですけども、まあこれのおかげでね、あの1万5000何百円高のこの大型リアキャリアが無駄にならずに済みましたので、まあいろんな意味で助かりました。まあ、あと私の場合ね、このルーターを持ってたので、ルーターを持ってたのが大きかったですね。まあ、最悪これがな持ってない場合はですね、インパクトドライバー使ってね、でドリルの先端を、はめ込むタイプのものを持っていればそれでも使えますから、まあ、ただ使い勝手としてはこのリューターがあればもっと便利にできるかなという感じですね。まあ、そんなことで本日の動画はこれで終わりにしたいと思います。それではまた。